人はそれぞれ違う存在です。だから他人と比較すれば必ず相手との違いが見つかります。そして相手と違う自分をダメだと考えるということの積み重ねで自分に自信を感じられなくなっていきます。他人と自分が違うのは当たり前のことです。あなたというのはこの世界にたった一人しかいないから、あなたという存在に価値があります。それなのに、みんなと違う自分をおかしいと判断することで、そんな自分のことを好きになれなくなってしまいます。自分を好きになれないと、それだけでネガティブな気分になり、物事に積極的に取り組むことができなくなります。例えば、あの人素敵だなぁという男性に出会っても、どうせ私みたいな女のことなんて相手にしてくれるはずがないと初めから諦めてしまい、相手が自分のことをどう思っているかを確認しないまま終わってしまうことがあります。そして、どうせ私はダメだからという思いをますます強めることになってしまいます。また、憧れていた男性から好きだよと言われても、こんな私が好かれるはずがない。この人は私のことを勘違いしているんだと考えてしまい、相手のメッセージを素直に受け取ることができなくなります。そして無意識に相手から嫌われるような態度をとってしまい、せっかくの好きな人と付き合えるチャンスを逃してしまうことがあります。他人と比較すれば必ず相手との違いが見つかります。しかしそこで相手と違う自分を受け入れて、そんな自分を大切にしていこうと考えることで、自分に対しての感じ方が良くなります。そして、自己否定をするのではなく、そのままの自分を幸せにするためにはどうすればいいかということを考え、自分を幸せにするための行動をどんどん起こしていくことで、自分を輝かせることができます。そのままの自分を肯定し、自分を喜ばせたり、楽しませたりする体験を積み重ねていくことで、あなたは魅力的な人間になっていきます。自分を大切にし、自分に優しくすることで、そんなことをしてくれる自分を好きになっていきます。自分を好きになればなるほど、他人と違う自分のことを許すことができるようになります。自分の見た目や性格に対して、これが自分だから、と受け入れることができるようになります。あなたは他人と違う存在だから価値があります。だから他人と違う自分をダメだと責める必要はありません。どうせ私なんてと卑屈になることで自分で自分の魅力を失わせることになってしまいます。そのままの自分を大切にし、自分の心を満たす体験を積み重ねることで自分をキラキラと輝かせてあげましょう。